おい、あんた生きてるのか。俺は星屋だ。そこは封印都市だった。人間の愚かな戦争は確実に滅びへ向かわせている。なんだろうこれ。星を見せるための機会なんだ。おめでとうございます。あなたはちょうど250万人目のお客様です。この時彼女に見せてもらった星が今でも鮮明にまぶたの裏に焼き付いている。おじいさん、おじいさん。プラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき。こんなの綺麗すぎる。一度見たら決して忘れられない。もっと星のこと聞かせてください。私たち星の人になりたいんです。お客様、私のお願いを聞いていただけますか。何を願う。神様、どうかお願いです。プラネタリア。